木とかももう全部間伐材とかその敵の人の産業廃棄物なん でそれを引き取ることでその人らもタダで処理もできるし、そこはお金出さなくて手に入るっていう循環があるんで、とりあえずうちに来たらね、ガスとかが止まってても美味しいもの食べれるよっていう、気を使えるしそもそもの塩があるんで、うん、生きていくには困らんでっていうね。この災害が起こったらみんな大変だろうなと思って、そういう能力を持った人が一人地域にいるだけでも全然、まあ、安心感というかね、うん、違うだろうし助け合えるかなっていうのがあるんで、楽しく美味しくで世の中を変えていきたいなっていうのが今は本当強いですね。試作して試飲して明らかにちゃうんですよ。そのデザート系にはこの塩があるとか、お肉にはこれがあるっていうのある程度の法則はもう分かったんで、ただのね秩父ヶ浜の塩、瀬戸内の塩って言っても満月新月とかに詰め立ててこんだけ変わるんだなっていう、もう大体60パターンぐらい作ってこうやってる時にね、同じその組んできた回数だったら大体同じグラム数ができるって普通思うじゃないですか。ある時ね全然2キロできない時があって、なんでなんかなっていうのをこう考えながら、それがたまたまその満月の日やって、満月はこれが引き上げられるから、そこも料理人なんでこうスープと考えて、旨味が沈んでる薄い鍋のスープがその引力によって乳化されて美味しいスープになるっていう、やっぱりバランスよく混ざった方が美味しいんじゃないかなみたいな感じで満月の塩を作り出してて、そんならやっぱ普段作ってるのとまろやかさが全然違って、だからナトリウム以外の他のそのミネラルが多分入ってるんでまろやかになってるっていう。で、じゃあ新月の時どうなんだろう、一緒なんかなと思ったら、逆にその地球の動きから引っ張るからこの層がこう、混ざるというよりかは、より層が層になるんだよな。じゃあ、ナトリウムが強くなるんかなと思って作ってみたら、やっぱり塩味が強くなったんで、あ、やっぱ仮説の通りなんだっていう。だからこの料理には、塩味が欲しいから、この塩を使おうとか、コクが欲しいから、コクのある塩を使ったら、丸くなるみたいな感じで使い分けてるっていう。だからその一つの皿の中に、茹でた野菜の付け合わせはこの塩、揚げた野菜の塩はこの塩、メインはこの塩っていう皿の中にも3つ4つその違う塩が入ってるっていうようなことも表現したりするし、特に子供たちが、うん、すごい反応して、ずっと食べ続けてくれるんで、これを食べ続けてくれたらええわと思ってね。うん、まあ、入れてる木によってこれはもうすぐ燃え尽きるんで、このあと広葉樹入れたらもうほんと30分に一遍とか1時間に一遍とか、夜もですか、夜もずっとで、うん、夜にまあ大きい木を入れてたらまあ朝までくすぶってるんで、でまた朝から、うん、これでね、火力のスピードを調整するっていう感じ。これ隙間開けたらここから炎がバーって出るんで強火になるんですけど、隙間をこうやって塞いで火力を落とすっていう感じ。まだでもそこまでね育ってない感じです、見えるかな。でここでだからボコボコボコっとやると、これがもう大きくなる前に、うん、もう次の結晶ができていくんで細かい結晶ができる。ラインを作りたかったらここで火力を落として、
3日から5日かけてゆっくり火を入れるっていう。数でいうと何日目ということになるの？先月の新月の海水のやつなんで、すぐ煮詰めたわけじゃないから3週間ぐらいか、賞味でいうと。まあザ感覚なんですけど、まあ、それが言ってしまえば職人技です。揚げ野菜にはマンゴーの塩が一番合って、さらにその細かいタイプ、素材の味をダイレクトに強くするのは満月が一番合いして、これはどっちでもない、満月でも新月でもない時の粗めの塩味の強い塩、割とソースに近づける時にそのうまみと雑味の入ったどっちでもないやつを使います。複雑味がねあるんですよ、満月新月と比べて。こっちはベリーの塩でシェイク。これはね、満月の粗塩です。満月の粗塩にベリーで色をつけてます。で、お肉は特にあのジビエとか豚肉みたいなコクがあるタイプは新月の塩の方が合うんですよ。塩味が一番強い、うちの中では強いんで。で、さらにその中でも粗塩を攻めるでしょう。ミトヨナスのソースです。ギリギリです。表面を焦がして中身を取り、そして塩と油で混ぜて